エマ・サンディーズはイングランドの画家である。兄のフレデリック・サンディーズと共に、ラファエル・ゼンパの画家の一人として活動した。ノリッチで生まれた。父親のアンソニー・サンズは画家であった。兄のフレデリック・サンディーズも画家になり、ラファエル・ゼンパの画家、ダンテ・ゲーブリエル・ロセッキの親しい友人であった。兄弟は生をサンズからサンズに改めて活動し、エマ・サンディーズは、 父親や兄、ロセッティラから影響を受けた。サンディースが初めて展覧会に出展したのは1863年で、1867年から1874年の間、ロンドンやノリッチの展覧会に出展した。ノリッチやロンドンの兄のスタジオで作品を制作し、ユサイアパステルを使って若い女性や子供の人物画を描いた。しばしば描かれた女性は、 中世の衣装をまとい、鮮やかな花に囲まれているというスタイルの作品であった。1877年に34歳でのリッチで死去した。ありがとうございます。